行け、会心の一撃やった。経験値はどれくらい？いや強いな。待って、海の方が強くないかもとか言ったけど、深海流めちゃくちゃ強かった。こっち行ってここら辺に船降ろせるかな。なんか真ん中に建物あったんだよね。これどうやって行くんだろう。うわー強い。頑張るよ。真ん中に行く方法がないや。これ真ん中どうやって行くんだろうな。後々行けるってことだよね、多分。うわぁ。ちょっともう一回船乗ろう。すごい敵強い。ちょっとマップ見て。これどこに行くんだろう。一番東って言ってるけど、ここよりさらに東ってこと？あんま行くと敵もっと強くなりそうな気がして怖い。こっから行けないもんね。一旦ちょっと宿行きたいな。あ、この下か。この下一旦行ってみよう。ちょっと休憩しないと死んじゃう、そもそも。よし、ちょっとお邪魔させてください。ほっ。あ、また引っかかってる問題だ。また引っかかってる問題だ。上陸して、上陸、オッケー。で、今ビアンカさんを押しまってたので、ビアンカさん出てきてもらって入りましょう。何屋さんだろう。あれ、なんか透けてない？あ、この人、あれじゃん。平原で一回戦った色違い。まったくデスじいさんは人使いが荒いプッチー。なにここ。森の中にこんな大きな家が建ってるなんて、ちょっと憧れちゃうな。あ、これ家なの？一個の島か村かと思ったんだけど、家が一軒建ってるだけ？何もないかな。なんかデスじいさんって、これ死んでるってこと？頭に輪っかついてるじゃん。ああ、やっと気負ったか。わしは待ちくらくたびれて死んでしもうたわい。ほんと？ん？わしは誰かじゃと？誰じゃったっけ？まあいいわい、死んでしまったじいさんじゃ、デスジーとでも呼んでくれ。わしは世界中の名産品を集めるのが夢で、この博物館を建てたんじゃ。あ。ってことは今まで私が売れないと思ってたものを買い取ってくれる？はあ、しかし集めるのを誰かに頼もうと待っておったのじゃが、ついにわしが生きておる間には誰も来なかったっていうわけじゃな。どれどれ、お前さんは。おお、その若さでこれだけの名産品を集めるとはお前さんなかなかやるの。わしは幻の名産品を持ってきたものにこの博物館を譲ろうと思っておるんじゃ。はい、見てみたいの、あのメダル王の城に隠された幻の名産品というやつを。メダル王？ん？なんじゃ、わしに自分で名産品を探さないとのかとでも言いたいのか？うん。はあ、近い頃の若いもんは冷たいの。いや、なんか触れないとかっていう問題じゃないの？わしがどうしても見つけられなかったメダル城の名産品。あの幻の名産品を見つけられるものなら、この博物館を十分に任せられるじゃろうな。今、扉は固く閉ざされている。ダメなのか。この子なんて言ってた？人使いが荒いプッチ。この子も探させられてるってこと？てか休憩できる場所だと思ったんだけど、休憩できないのか。困りましたね。あ、で、この下が砂漠かな？寄り道してたけど。ここっぽいな、砂漠。オッケー。ちょっと一刻も早く。ここの魔物ちょっと弱いかな。あ、弱い、よかった。さっきのとこが えげつなく強かったから。違う。攻撃で。あそこ行く場所じゃなかったからすごい強かった可能性あるな。一旦ちょっと休憩しましょう。死んじゃう。こんにちは、ワンワンを。ワンワン！犬は暑くても毛皮を脱げないから大変よね。そうだね。優しいね、ビアンカ。今なら私いくらでも水が飲めそう。でもオアシスを枯らさないように気をつけるわね。喉カラカラなんだ。トトマルは井戸の中を覗き込んでみた。なんかあるかな。あ、おじさん落ちてる。なんだよ、俺の砂漠のバラコレクションなら見せてやらないぜ。そういえば昔名産品の博物館を建てるとか言って北へ向かったじいさんがいたが、どうしてるかな。死んでしまったぞ。何よ、感じ悪い。でも砂漠のバラって何かしらね。ビアンカの村の井戸の人が欲しいって言ってたもんね。
これはこの建物に入るしかないのかな。めっちゃちっちゃいな、さっきの家といい。大きな村かと思いきや。休ませてくれるかな。こんにちは。おや、お客さんとは珍しいの。せっかくだからいいことを教えてやろうぞ。ここから砂漠を西に歩けばテルパドールの城。テルパドールね。そして南東の海に浮かぶのがメダル王の島。あ、じゃあこれからはそのメダル王の島っていうところでさっきのおじいさんが言ってたものを集めたりとか。テルパドールはなんか行けって誰か言ってたよね。それかなんかの話題に出てきてた記憶がある。一旦これ壊しましょう。悪魔の壺でも今はとりあえず大丈夫かな。あ、パンツ入ってた。おじいちゃんのパンツじゃないのかな。ていうか休ませてくれないの、ここも。全然休ませてくれる感じない。これファイナルファンタジーみたいにさ、キャンプシステムとかないもんね。これやばくない？どうやって生き残ればいいの。ここの敵そんな強くはないけどさ、結構大変。うわ、懐かしいスライム久しぶりに見た。で、宿がない分、あ、これか。宿がない分少しモンスターも優しくなってるのかもしれないね。来たぞ。ちょっと一旦休憩したいのもあるから、このテルパドールの城行きましょう。あ、王国の音楽だこれは。あ、広そう。あ、てかこれでさ、アイテム手に入るならめっちゃありがたい。それにしてもあんまりの暑さで倒れそう。それはそれで新婚旅行の思い出になるかしら。倒れないで後遺症なるかも。こんなところにお城なんて本当によく建てられたと思っちゃうわ。確かにね、昔はこんな砂嵐じゃなかったのかな。砂漠のバラって知ってるか。うん、なんでもこの辺りでしか取れないバラの型の石らしいよ。大抵は砂に埋まっていたりするみたいだけど、この辺りは毎日よ砂嵐が舞うから、宿に泊まって翌朝砂漠を歩いてみればきっと見つけられるんじゃないかな。朝しかないってことかな。バラの形をした石なんて不思議よね。時間があったら探してみましょうよ。うん、防具買いましょう。そろそろいいのあるかな。あ、レースのビスチェ、この間取ったやつじゃん。よし、またお金すっからかになったけど、とりあえず防具もちょっと変えれました。はい、少年。僕のお姉ちゃんお父さんと喧嘩して家を出てっちゃったんだよ。元気でやってるかな。心配だね。私もお父さんとは何度か喧嘩したけど、家出するほど激しい喧嘩はしたことないな。そうね、私も親と喧嘩して家出したことはないな。まず家出しようって思うほどの感情になったことないから、親とはね。そういう親との喧嘩する人って大変そう。よし、じゃあこっちとかはなんかある。あ、こっちもある。宿かな。一旦宿入って朝になってから行くのがいいよって言われたね。その前にちょっと下見るか。宿高いんだろうな。こんにちは。私は旅の吟遊詩人ですが、この城に来てみて本当にびっくりしました。この城には勇者にまつわるいろんなことが語り継がれているみたいですね。へー、ってことはパパスのこととか伝説の勇者のこととかわかる。それはすごい大事な話。変わった本はなさそうです。一旦ちょっとここで回復してから行こう。160円高い。行きましょう。あれ、なんか暗くない？朝目覚めてるのか。朝のうちに一旦お城行きましょう。テルバドール城だよね。こんにちは。止められちゃうかな。ようこそテルバドールのお城へ。我らが王女アイシス様は旅人の訪問を心より歓迎いたします。宿兼みたいな感じなのかな。なんか今開いた音したな。こんにちは。いやいや、旅の人ですね。ここは兵士たちの訓練場です。再びこの世界に勇者様が現れるその時まで、伝説の兜をお守りするのが我らテルバドールの民の使命なのです。伝説の兜。伝説の兜を求めていつか勇者がやってくるのなら、ここで待っていた方がいいのかもね。ていうか天空の兜ってことだよね。おりゃあそばに来ると怪我をするぞ。今人形を相手に戦いの訓練をしてるのだ。キーシスじゃん。あ、今攻撃食らわなかった？大丈夫？グサグサって言われたんだけど。こっちね。ちょっと扉の位置が。あ、学者様いる。
話せる？私は伝説の勇者様について研究をしているものです。どうやら伝説の勇者様は天空の血を引いていたようですな。しかしその天空の血を引く勇者様の家系がその後どうなったのか、今となってはもはや知る術もありません。ってことはやっぱ存在はしてるってことなのかな。トトマルが大人になったりとか、トトマルが修行を積んでそういう身分になるのかと思ってたんだけど、違うってこと？鬼人列伝という本がある。世界を代表する変わり者を紹介した本のようだ。南東の島にメダル王なる人物あり、持っている宝と交換に小さなメダルを集めている。北東の小島に夢見る男あり、しかし夢を半ばにして死す、後を継ぐ者を求めている。これさ、さっきのおじいちゃんのことじゃないのかな。デスじいさんのことだよね。で、小さなメダルを集めてる人がメダル島にいるってことかな。これも多分今後の話に関わってくるってことだよね。変わった本はない。砂漠の歩き方と書かれた本がある。トトマルは手に取ってみた。砂漠では暑さのあまり倒れてしまうことがあります。命を落とすこともありますから、水や日よけの帽子を忘れないようにしましょう。死ぬってこと？え？ずっと歩き続けてたら死ぬ？モンスターダジャレ全集と書かれた本がある。トトマルは手に取ってみた。そんなことをまだキメラには決められない。女王様に会いたいな。多分女王様はこの上にいらっしゃるんだろうけど、まずはここを見ていくか。意外とオアシスって感じだね。充実してる。あ、来た。大丈夫かな大丈夫かな大丈夫かな。頑張ろうね。とにかく怯えずに呪文を使っていきましょう。何かあって即死とかしても困るから。攻撃、メラミ倒したい。ダリホーマ、眠ってしまった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 、やばい。大丈夫？攻撃、目覚ました。攻撃、やば、強っ。倒せない。魔法規定ってなんだ。淡い光を放ち始めた。いや、その前に一回呪文でレホまで回復しましょう。死の言葉多分聞かないよね。でもとりあえず使ってもらおう。よし、やった。怖っ。今すごい一瞬死が見えた。でも壺壊さないわけにいかないんだもん。守りの種、久しぶりに種手に入れた。ずっと大昔のことだけどね、私らデルバドールの祖先は勇者様のお供をしたんだよ。それで世界が平和になってからこの地に落ち着き、この国を作ったのさ。このおばあちゃんも言ってたのかな。さすがね、勇者のお供ともなると一国一城の主になれるのね。まあ経験が違うよね、多分判断力とかね。知ってる？世界が再び危機になった時、勇者様が現れるんだって。勇者が現れたって話を聞かないってことは、世界はまだ危機ではないってこと？どうなんだろうね。でも勇者様が現れるぐらいの危機ってことは、もう多分ある程度の犠牲が出てからじゃないのかな。上は後で行くとして、地下から行きましょう。あ、すごい、地下こんな感じなんだ。すごいね。うわー、砂漠の真ん中でこんなにたくさんの緑を見られるなんて思わなかったね。そう、その通り。めちゃくちゃ綺麗。どうやってこんな花とか咲かせたんだろうね。あ、ちょっと話したいです。わっはは、砂漠の城にこのような庭園、さぞや驚いたであろう。これも女王様のお力の賜物なのだ。女王様にはまばゆいほどの美しさ、それに未来を知る能力もおありになるのだからな。魔術師なの？うわー、綺麗なベッドだ。休んでいきたいな。まあ、さっき休んだんだけどね。なんで井戸あるんだろう。さあさあ、お花の手入れをしなくっちゃ。おや、まあ、あんたも美人だね。女王様に負けないほどだよ。まあ、おばさんたらお上手なんだから。こういう会話に割り込んでくるの初めてかも。照れちゃうね。でも私はトトマルにだけ綺麗と思われてたらそれでいいの。なんだよ、かわいいな。でもやっぱいろんな人から綺麗だねって言ってもらえる女の人はいいよ。足元を調べたら小さなメダルです。
ここじゃないよね。小さなメダルが関係するのがメダル島だっけ。私どれくらい集めてるんだろうな。比較的寄り道してる方だと思う。くまなく全部調べてるつもりだと思うけど、それでも結構抜けて7割ぐらいかな。これ女王様？あ、そうだ、地下にいたんだ。ようこそいらっしゃいました。私がこの国の女王アイシスです。あなたも伝説の勇者様のお墓を参りに来たのですか？ああ、はい。いいでしょう。あなたには何かしら感じるものがあります。案内しましょう。私についてきてください。さあ、こちらです。綺麗な人なんだね。クレオパトラみたいなイメージだな、このちっちゃな映像だと。上？お墓は上にあるのかな。外？外にお墓なんかあった？あ、こっちか。気づかなかった。へえ、鍵かかってるのかな。こんな砂漠に眠ってたんだ、勇者様。結構歩かされるな。今度地下なのか。ここ？うわ、ピラミッドの中みたいな感じになりそう。わ、すごい！王冠？あなたは勇者様の墓を参りにいらっしゃったとのことでしたが、実を言うとここでは勇者様を祀ってはいますが、お墓ではありません。そうなんだ。世界を救った後、勇者様がどこに行かれたか誰も知らないのです。しかし我が国には代々天空の兜が伝わっていました。もし再び伝説の勇者様が現れれば、きっとこの兜を求めるはず。その日が来るまで兜を守るためここを建てたのです。さあ、あなたもその兜をかぶってみてください。いいの？ビアンカかぶりたい？いろいろ話したいことがあるのはわかるけど、とりあえず兜をかぶってみるのが先よ。わかった。これは何？なんて書いてるんだろう。石板にはこう書かれている。闇が世界を覆うとき、再び勇者来たらん。かぶるよ。トトマルは目の前に飾られた美しい兜を調べた。なんと天空の兜を見つけた。え？トトマルは天空の兜をかぶってみた。頭が鉛のように重い。どうやらトトマルには装備できないようだ。トトマルは天空の兜を元に戻した。やはりダメでしたか。あなたには何かしら感じたのですが、思い違いだったようですね。では戻ることにしましょう。ついてきてください。勇者様と思われて試しに被ってみてって言われたってことかな。なんだか女王様をがっかりさせちゃったみたいね。様子を見に行った方がいいかしら。そうだね。なんかこういうさ、あ、自分には手が届かないものなんだなってこう改めて感じるときってちょっと悔しいよね。まあこういうのに関しては多分生まれ持ったものなのかもしれないけど、天空の兜かぶれるかぶれないとか、なんかあの天空の血を引いてるみたいな感じで勇者様のこと書いてあったから、そもそも血が違うってこと？半分人間じゃないっていう可能性があるのかな。すんごいスピードで帰っていっちゃってるけど全然追いつけない。待ってよ、またあのオアシスに行くのね。ちょっと待ってください。いつものあの席に戻った？あの、ありがとうございました。私は少しですが人の心を読むこともできます。多分あなたの勇者様を強く求める心が私を感じさせたのでしょう。なぜそれほどまでに勇者様を求めるのか、事情を聞かせてくれますか？はい。トトマルは事情を話した。まあそれでは、亡き父に代わって母親を魔界から救い出すために。もしやその父とはパパス王のことでは？そう、この地より海を越えた遥か東の国グランバニア。グランバニア。その国のパパス王がさらわれた王妃を助けるため幼子を連れ旅に出たと旅人の噂に聞いたことがあります。もしその幼子があなたなら、東の国グランバニアへ行ってみるといいでしょう。じゃあ次はグランバニアに行くのがメインストーリーっていう感じなのかな。パパス王、王妃を助けるため子供を連れての旅、偶然とは思えない話ね。偶然？あ、嘘じゃないとかってこと？このお姉さんは何してるんだろう。この島を訪れる旅人が求める砂漠のバラは、かつて水をたたえていた地、オアシスだった場所で取れるといいます。
ならばここテルバドールも昔は豊かな土地だったのかもしれませんね。ほう、まあ、ここら辺で取れるってことだよね。とりあえずわかった。じゃあこの上登って、まあいろいろ話は聞けてよかった。ここは何部屋？女王アイシス様は下の庭園におわしますわ。おわしますわ。女王様は再び闇が世界を覆い尽くそうとしていることを予言し、伝説の勇者様の再来を待っておられるのです。そっか、グランバニア。じゃあ旅に出てる間はパパスは自分のことを王様っていうのを誰にも隠してたってことなのかな。なんかそんな感じするよね。はい、うー熱い、うー喉が渇いた、水を、誰か私を水のところまで。どうしよう、大変。水はどこにあったかしら。連れて行ってあげましょうよ。どうやって連れて行ってあげるの？あ、こう押してあげるのね。大丈夫？なんか運び方が雑。これ水だよね。よいしょ、おいしょ。せめて抱えてあげるとかにしないよ。ここでいいのかな。はい、いい水だよ多分。あとちょっとだったのに。はい。はい、はい、お水だ、グビグビグビ。よかったね。やれやれ助かりました。私は旅の道具屋です。ああ、荷物大丈夫だった？誰かに取られちゃってそう。フラワーパラソル。何これ？盾！誰も装備できないよ。なんだ、よかったね。助けた恩人相手に商売を始めるなんてしっかりしてるわよね。その通りね。ちょっとお安くしますんでみたいな感じで売ってほしかった。あれ、こっち来てないな。 あれこれなんだろう。これもお墓。あ、教会がここにあったのね。なんだなんだ、教会ないなここって思ってたの。古の昔、天狗より一人の女舞い降りき、その子供勇者となり伝説じゃない世界を救う。これは伝説の勇者にまつわる言い伝えの一つですわ。子供？これ天空の花嫁って言うぐらいだからさ、ビアンカが天空の花嫁なのでは？で、生まれた子供が勇者になる。その可能性あるぞ。でもそうするとこの人たちの人生ってめちゃくちゃ長いよね、このゲーム内での。だって子供が冒険できるぐらいのサイズになるってことだよね、それ。合ってるのかわかんないけど。でも天空の花嫁ってそういうことなのでは？ほぼ合ってる気がする。もうちょっと休めたし、防具も変えたし、南東だっけ？南東のメダル島？これ何？トトマル足元を調べた。あ、なんと砂漠のバラを見つけた。見つけてしまった。なんかもしゃもしゃしてると思って、見つけちゃったよ。やったね。私トトマルと喋るの好きだな。トトマルとこうなるまで私がおしゃべり好きだったなんて自分でも知らなかった。嬉しいね。あなたとしゃべるの好きだなってこんなに嬉しいんだね。私も積極的に使っていこうと思います。ピアンカありがとう。南東ってことはこの右下あたりってことだよね、多分。だよね。まあ多分お城っぽいところに行ったら、グランバルだっけ、さっきアイシス様が行けって言った場所だよね。これがメダル島かな。当たりかわからない。でも確か南東だった気がする。はっ、すごい、何これ、勝てるか私に。キングスライムだって。即死しないといいけど大丈夫かな。ザラキ、キングスライムを集中攻撃で。あ、逃げちゃった。強そう。あ、全然死なない。あ、でもそんな強くない。キングスライムをやって、これ多分メタルスライムに集中してる暇なさそう。あ、でもそんな強くないわ。倒した。何だったんだろう今の。ぐるるるるん。あれ見よう、久しぶりにモンスター図鑑見たい。どこだ？あった！使う！これだ！
仲間になりにくい。キングスライム。アクション。仲間にしたいな、このプニプニ感いい。ていうか最近出会ったやつで仲間になるやつ。このね、踊る宝石は何回も戦ってるんだけど全然仲間にならないね。仲間になりにくい。ていうかさっきのさ、あの戦士みたいなのはどうだったんだろう。たまに仲間になる、なるのか。しびれクラゲ仲間になりやすい。なんかあの過去の場所に戻って仲間になる子を、あの赤いリンゴのやつとかね、仲間にしたりはしてるんだけど、ここのことだよね。ちょっと行ってみよう。あ、うおー、なんか可愛いプニプニだ。え、なにこれ、なんかいい感じのなんか流れてるよこれ。あ、待って待って、ビアンカがいない、ビアンカいない、ビアンカちゃんと入れ替えて。なんかスライム城みたいな感じだね。幻想的で綺麗、灯籠流しなんて風流ね。灯籠流しって言うんだっけこういうの。なんか秋とかにやるよね。お盆とかにやるイメージあるな。トトマルは宝箱を調べた。お、鉄仮面です、ありがとう。でも大体あのちょっと前の装備なんだよね。これ生きてる、この子。すやすや寝てる。ガウガウ、リンクス食べちゃダメだよ。はあはあ、年寄りにはちときついの、夜の灯籠流しは。あれ、この人が流してるってこと？お邪魔します。王様のメダルがはめ込んであった。あ、あれ王様か。こんにちは。いらっしゃいませ、銀行はこちらですよ。お客様から預かったお金は大切な私のポケットにしまっています。安心してたくさんお金を預けていってくださいね。預けません、まだ預けてない。あ、旅の宿ね。80ゴールお安いですね。泊まりません。あー、キングスライム仲間にしたいな。ちょっと頑張ろうかな。おや、あなたもメダルを交換に。僕はまだ選手のパジャマしかもらったことがないんですよ。それにしてもここの名物メダル型チョコは美味しいな。もうやみつきになっちゃって。え、この城に隠された幻の名産品、そんな話は聞いたことがないな。王様に尋ねてみたらどうだい。いいね、なんかこの雰囲気。なんかこの王様ちょっとわがままそうだな。まああの人は旅人って感じだもんね。知らなくても無理はないか。あ、あのここにある幻のなんたらってやつだっけ。そりゃうりゃ、久しぶりに聞いた。はい。なぬ、この城にあるという幻の名産品について聞きたいとな。はい。ふーむ、それはひょっとするとこの前偶然出てきたあれのことじゃろうか。わしもいろいろあれの使い道を考えてみたんじゃが、いまいちでの。つい前までは玉座に敷いて座っておったのじゃが、じゃがもう尻が痛くて、宿屋のおかみさんが使いたいというのであげたんじゃが、どうしたかの。ほう、なんだっけ、あれ、あれって何かしら。ここで何を求めてたんだっけ。ここにある何かが欲しいなーってあのデスじいさんが言ってたんだよね。あ、いや、泊まりになるとかじゃなくて、この人にあげたんでしょ。一回泊まれってことかな。ん、わしは世界中の小さなメダルを集めておる。トトマルからは現在19枚のメダルを預かっておるが、望みの褒美はあるかね。いや、一旦後ででいい。またいつでも来るがよい。ここに転送されてるってこと？え、一旦ちょっと休んでみる？なんだろう？宿屋のおかみさんが欲しがってたからどうのこうのって言ったよね、今。